おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1072です。はい、今回紹介するのはですね、と行く前に今回紹介するものも関係はあるんですけど、一応前回まで紹介してたのがこちらのセイントクロスマイス EX のアクエリアスカミュサープリスってやつですね。こちらの方を前回前々回で、オブジェ形態の組み立てとそちらからバラして装着という風に紹介していきました。それプラス今横に2人並んでるジェミニサガ、あとカプリコンシュラ、こちらに、洞穀の表情パーツっていう、あの血類ですね、血の涙流してる表情パーツが3人分ついてたんで、まあ、こっちにね、カミュの方に、そちらの方の取り付け、そちらの方を紹介していきました。ということで、一応まず前段階として今回紹介するやつの前に、なぜこの3人を並べているか、でさらに足元にはなんか表情パーツの髪の毛ってこうやって置いてあると思いますね。これをなぜ置いてあるかというと、やはりこの3人を揃えたということは、まずはあれをやらなきゃダメでしょうということで、まずこの通常の状態、この状態でアテナエクスクラメーション、あちらのポーズをちょっとやってしまいたいと思います。そしてポーズをバンと決めてから、今回紹介するものを出すというふうに、ちょっとね、いつもだと紹介するものを出してから、組み替えてポーズやってとかやるんですけど、今回ちょっとね、順番逆にしてみたいと思います。っていうかね、先にその商品を見せてしまうと物がバレちゃうんでね。はい。ということで、まずこの3人、アテナエクスクラメーションのポーズ。これからこうガチャガチャ組み替えていくと時間がかかってしまうので、ささっと組んでしまいたいと思います。で、一応組むときにこれ全部マスクつけてますけど、このマスク状態ではなくマスクなしの状態ですね。この普通の髪の毛の状態で、さらに、実際はこの本当にこう肩アーマーが両方揃ってるとかね、こう二の腕がちゃんとあるとか、こう膝がどうのか、こういう状態ではなく一部がなかったりするんですよね。その状態で、アクテナエクスクラメーションをやってるはずなので、とりあえずその状態、それを目指してちょっとポージング全部バシッとね、決めてしまいたいと思います。はい、3人とも、こういう風にポージングを決めてアテナエクスクラメーションやってみました。で、まあ、先ほどもね言った通り、今回紹介する、まあ、箱のね裏を見ながらちょっとやったんですけど、不要となるパーツは全部外してあります。要は本当は両肩揃ってますけど片方の肩がないとかね、ちょっと差が分かりにくいんですけど、右の太もものパーツ、それはないです。で、カミュに至っては二の腕のパーツが両方ともなんかないみたいなので、まあ、実際は原作バージョンって確か二の腕のパーツがないはずなんで、一応こちらも取り外してます。で、マスクは全員ありませんというふうに、こういうふうに書いてあります。これがまず普通の製品版ですね。普通に、まあ、普通にといってもちょっとね、このカミュはお店で買えないんで、店頭売りされてないんでね、なんとも言えないところなんですけど、普通に買って、揃えて、まあ、組み替えてね、不要パーツ外してあげると、こういう形でできると。これが、まあ、とりあえず通常バージョンっていう感じかな。こういうふうに組むことができる、この3人のアテナエクスクラメーションとなります。はい。で、ここで出てくるのが、今回紹介する商品ですね。それが、こちら。じゃん。はい、ちょっとね、箱で、画面がいっぱいになっちゃうんですけど、こちらです、ここ。これです。こちら、ちょっと角のところね、ちょっと画面で切れちゃってますけど、ぐーっと寄せると、こんな感じですね。セイントクロスマイス EX 魂ウェブ商店の、ここに、ブロークンサープリスパーツセットっていう風に書いてます。いつもの通りこちら輸送箱ですけど、これぐるっと回して裏をお見せすると、こういう感じになってまして、まあ、これもいつもの輸送箱のパターンと一緒ですね。ここのところが、まあ、伝票貼り付け位置で、ここにセイントクロスマイス EX ブロークンサープリスパーツセットっていう風にこう書いてます。で、こちら単品で買うと、ここでベタッと貼られちゃいますけど、今回ね、おまとめにしてるんで、こういう風に、貼られていませんよと。で、さらに言うと、こちらね、これ単品で買うのもいいんですけど、ここの隙間とかから、雨とかでね、水入ってしまうと、中のね、箱がね、ブヨブヨになってしまったりとかね、このままどっかにガンってぶつけられちゃって、ここの部分に、へこみとかね、あって、パッと見箱だけかなと思ったら、中も傷ついてるってパターンがね、多々あるんで、これに関しては、やっぱりね、複数買いはしなくても、他の同じ月のものでおまとめにした方が、私はいいかなというふうにちょっと思いますね。まあ、毎度のことですけどね。で、一応、こちらのパーツは何かというと、このブロークンサープリスパーツということで、今、こちらの3人、サガ、シュラ、カミュ、今、肩がなかったり二の腕のパーツがなかったりとかね、結構そういうふうになってるということは、一応、これがブロークンの状態ですよという形になってます。ただ
これだとただ単に肩とか一部のパーツがないだけの、ブロークンっていうよりはロストだよね。まあ紛失してるだけのように感じるんですけど、実際はこの前だれのこのパーツがね、こう欠けてないとか、もっとひびひびに割れてるとかね、カミュに至っては確かこの肩幅が半分ないとかね、そういうようなダメージバージョンにしてあげるっていうためのパーツが別途出ましたと。でこちらに関しては今ここに置いてあるアクリルスカミュ、こちらと同時予約でした。で同時予約っていうかね、予約開始が同時でした。なので多分このカミュ買った人は多分これも買ってんじゃないかなっていうふうに私は思いますけど、一応こういうふうに別途出ましたと。でブロンズセイントに関しては、あのセイヤとかね、シリュウとかに関しては通常のブロンズのクロスとダメージバージョンのブロークンパーツっていう風にセットになってましたけど、今回のこちらに関しては各々買っても揃わないっていうかね、入ってないんで別途こういうのが必要になるってね。これね、つけてもよかったんじゃないかなって思うんですけど、ちょっとね価格帯が多分通常、例えばこれがまあ8000円だとしたら、多分このパーツをつけることによって1個価格が多分1万円超えてくると思うんで、それでそんなパーツいらないよって人のためにとってはちょうど良かったのかもしれないですね、こういう別売りっていうのはね。はい、ということで一応こちら開けていきたいと思います。実はねこれかなり重たいです。要は3人分のブロークン状態のパーツが全部こんなに収まってるんで、これね1個分ぐらいかな、結構重たいですね。一応いつもの通りここのところは、テープ切ってあります。ではここから開けていきます。レッツオープン。はい、輸送箱から出したのがこの状態となります。こちらですね、セイントクロスマイス EX ブロークンサープリスパーツセットっていう風になってます。でこちら見ていただいたら分かると思いますけど、まずジェミニサガ、まあ中央にいるサガのフロント部分、これですね、ここ割れてますよね。で逆にこっちは通常版はつるんとしてるのが分かると思います。こういう違いがあります。あ、こっちももパーツあったりしますね、ちょっと外してますけどね、そういう風にいろいろこっちも太もものパーツがしっかりしてるんですけど、これ一部だけ残ってるとかね、こうひび割れてボロボロになってる様子にするためのパーツという感じです。で箱としてはこういう感じで、側面これですね、ここのところにカミュとシュラで、反対側がサガですかね。はい、こういう風にありますよと。で裏をこう見るとこの状態でもやってますね、これアテナエクスクラメーション、こちらに付属するパーツを装着した状態でこうなりますという感じです。でこういう風にね、探検を手に持ってこういうシーンをやるとかね、今回のこちらのセットにはこの背景シートっていうね、これも、アテナ像背景シートっていうのが付属してるんで、このポーズにさらにこの背景シートで、さらに今回のこのブロークンパーツセットのパーツをつけることによってこれが再現できるよという風になってます。でここにありますね、こちらがサガ、シュラ、カミかなのパーツの順番になるようにまあ並んでますという感じになっているので、こちらをつけることによって、まあ、再現度が完璧になるよと。ただ表情パーツは全部おのおののやつを使うんで、でさらに私が思ったのは、ここのシュラとここにいるシュラの表情パーツが実は違うんですよ。こちら正面向いてるんですけど、これこっちで使ってるやつと同じ左目線を使ってるんですよね。どうしてここ統一しなかったのかなっていう感じが若干するんですね。多分これも同じですね。これ多分表情パーツとしてはこっちはカミュの正面、これは多分カミュの、右目線ですね、っていう風に多分ね表情パーツのね統一がされてないんで、ああここもそうだ、サガもこれ普通の表情パーツで、こちらはあの方向フェイスじゃないですかね。だからそんな感じでね、微妙にねここのやつとここのやつでね、表情パーツがね統一されてないのが非常に気になりますね。同じポーズなのに、なんで統一しなかったのかなという感じがちょっとありますけどね。はい、ということでこちら、いつも通りここで、ね、上から開けていきたいと思います。まあここですね、ここから。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。一応こちらの部分に3人分の、まあ、ブロークン状態のサープリスパーツが収まっていると。でここの部分ですね、ここになんかくぼみがあるんで、これ何かなと思ったんですけど、これを使うことによって付属のこれですね、アテナ像のこのシート、これ紙ではなく何ていうんですかね、プラ製っていうかね、ピヨンピヨンしますね。はい、でこちら今ちょっとなんか微妙に曇ってるように見えますけど、これ表面のところにね薄いビニールっていうかね、保護シートが貼ってあるんで、本当はこれペラッと剥がすと思ってて、はっきりとしたクリアなやつになると思います。で多分端っこの部分がちょっと折れ曲げれるっていうかね、
折り曲げ線になってるんで、これ本当は多分奥の方にこうグッと曲げたりして、でこの台座をつけてあげると立ちやすいという感じのものになってるんですけど、今回私剥がしません、もったいないんでね。でこちらの台座だけはちょっとつけて最後に後ろに置きたいと思っております。はい。そして説明書が1個ついてきてまして、こちらの中に、説明書のところペロッてめくるとこういう感じですね、こういう風にパーツがあって、先ほどねアテナ像のこのシート、こちらのところの付け方とかね、こういう風にあって、こういう感じでどこのパーツは何にしますよっていう風に交換する方法が載ってるという感じですね。はい。で一旦ここの膝のパーツこれ外しまして、どうのこうのっていうのが全部載っているよという感じです。で基本的に付け方としては、こちらのパーツをただこっちに今ついてるやつを取り替えるというイメージだと思います。まあ一応ね、パーツごとは一応紹介してはいきたいと思っておりますので、このねケースから出して、一応ちょっとねこのアテナエクスクラメーションのこの配置からちょっと変わってしまいますけど、一旦ちょっとバラして、その前に今回使用するパーツということでちょっと全部段取りしていきたいと思います。はい、パーツの方を並べ終わりました。一応ちょっと画面からちょっと切れちゃってますけど、こういう感じで全員分並べてあります。はい、一応こんな感じですね。でパーツ数としては多分シュラが一番多いかな。でその次にサガ、そしてカミュっていう感じで、パーツ数がだんだん減っていくという感じだと思います。で、一応組み替え方法としては基本的に今ついてるものの交換という感じになるんで、まあ、作業自体は全然問題なく行えると思います。あ、それとこれですね、サガの部分で太もも外さなくていいパーツは外してたんでね、これ置いてあります。はい。ということで、一応前回からの引き続きということで、一応カミュですね、カミュの方のブロークン状態をちょっと再現していきたいと思います。で残り2人に関してはちょっと省略させていただきたいと思います。でまずはこちらのカミュの方からちょっとね魂ステージつけてるんで外しちゃいまして、でちょっと画面を上にと、はい、一応こちらですね。はい。でまずは、交換するものとしては脚部ですね。脚部で足を、まあ、いつも通りね引っこ抜きまして、すねと一旦膝アーマーを外して、はい、そしてももを抜きますよと。で膝に関してはこれ使うんで取っといて、ももパーツですね、ブロークン状態のももパーツを入れてあげると。はい、これがブロークン状態ですね。こちらと比較して、はい、通常版やっぱここの部分が一部欠けてたりとかね、やっぱり違いがありますよね。はい。でこれをつけたら、膝パーツですね、膝パーツを忘れずにつけると。でこのようにつけたら、はい、同じくブロークン状態のスネアーマーを入れてあげて、足首をここのところに、はい、入れてあげますと。はい、これで入りました。でやはりここの部分はねバキッと傷入ってますね。でこちらが通常版、こういう風に違いがはっきり出るように造形されております。で反対側も同じなんで、ちょっとねそれは省略させていただいて、で先にサイドアーマーですね、サイドはこっからパーツを抜いてあげて、フロントも取ってしまいます。はい。でここの代わりにサイドアーマーですね、これをここのところにつけるんですけど、このブロークン状態は左ではなく右なので、左をちょっとも戻しまして、右のやつを外します。で外したところにこちらのブロークン状態のやつを、まあ、戻してあげるという感じかな。はい、つきましたと。でこれも同じく下の部分がバキッと壊れてますね。一応こんな感じとなります。そしてフロント部分をこの破損状態に取り替えてあげると。はい、これ短くなってますね。そして、腕ですね、手首をここから引っこ抜いて、はい、腕のパーツ外してブロークンを用意すると。でブロークンパーツここにつけまして、で手首を同じように戻してあげますと。で肩アーマーも同様に外してブロークン状態に切り替えると。はい。一応こちらまだこれパーツ残ってますけど、これ右の部分をやってないだけですね。なので一応こんな感じで取っ替えていくよと。なので外した部分をブロークンのやつに変えていくとという工程を全部やっていくというだけなので、交換自体は基本的に問題なく行うことができると思います。ただ今現在としてね、このアテナエクスクラメーションのポーズにちょっとしてるんで、これを崩さなきゃいけないっていうね、そこがちょっとね手間ではあるんですけど、まあ、交換していくと、まあ、こんな感じになるよっていうのがなんとなく分かっていただけるかなというふうに思いました。はい。ということで残りのパーツですね、カミューでいうと右の肩アーマー、腕、あとこのねももとスネアーマー、
で、あと佐賀、修羅というふうに全部パーツを全部取り替えてしまって、アテナエクスクラメーションのポーズ、またさっきと同じように全部組み替えて配置行ってしまいたいと思います。はい、すべて組み替えてアテナエクスクラメーションのポーズやってみました。いかがですかね。最初にお見せしたやつと多分この状態だとそんなに違いを感じないと思いますけど、ちょっとズームしますとこのような感じにフロントの部分が割れてたりとか、この辺ね、傷入ってるとか一部欠けてるとかね、この辺もちょっと欠けてたりとか傷入ってたりとかね、まあこちらもそうですね、この辺ひび入ってるとか、そういう風に全部変わっております。なのでやっぱり、劇中再現するのはやっぱりちゃんとね、こういう風に専用パーツを使った方がいい感じにやっぱりまとまりますね。ただここでもやはりね、気になる点がね、やっぱり出てきまして、それは何かと言いますと、手の甲のパーツなんだよね。カプリコン修羅の右腕に関してはサープリス割れてないんでいいんですけど、サガ、あとはカミュ、まあ修羅のね左手もそうなんですけど、実はこれサープリス割れてんですよ。ダメージ受けてるのに手の甲のパーツだけツルツルのピカピカなんですよ。なんでここつけてくれなかったかなっていう感じがしますね。あとは多分この足首、ドラゴンシリュウに関しては確かここの部分は、まあ、アンダーアーマーの上についてるんで、ここのところ割れてたらおかしいよっていう説明をちょっとしたと思いますけど、多分こちらのサープリスに関してはちゃんと全部こう普通にね、クロスっていうかついてるはずなんですよね、こう鎧っていうかね。それがこちらも再現されてないんで、これもね、全部足首に関しては全部ツルツルピカピカなんですよね。だからそういう部分が微妙に足りないんだよねっていう感じがちょっとしますね。ただ一応こんな感じで、はい、一応こういう風にね、ブロークン状態にすることができるという風になっているパーツとなってます。はい、して、ここで今この状態だとね、背景がやっぱ寂しいので、付属のこちらアテナ像のやつとね、これを使っていきたいと思います。一応こちらの下の部分にこれね、ここのところで台座っていうかね、これをザクザクっと刺してあげて、後ろだね、背景のところに置いてあげるとこのような形になりますと。ただ今ちょっと見てわかる通り、これ下がってますよね。これ実はこういう風に本当はこうなるんですけど、内側にちょっと曲がってる関係でペロンと倒れてきてます。でそれの曲がり防止のために本当はこれを折り曲げることによってピンと立つと、こういう風にバシッと立つという感じですね。だからやっぱりこういう感じにしてあげるとやっぱりいい感じになりますよね。やっぱ背景にこうやってね、アテナ像がこうやってバーンと入るだけでよくまとまりますね。ただやはり先ほども言った通り、手の甲の部分ですね、こちらとか足首、それが破損状態のパーツがついてきてないっていうのがちょっとね、微妙に細かいところにはなりますけど、ちょっと気になる点だったかなという感じがしますね。あとは、こちらのね、サープリスのこのブロークン状態、これのパーツを使ってオブジェ形態を組むこともできると。まあ組み方としてはまるっきりね同じなので、一部破損状態のまあオブジェ形態を組むことができると。ただそれは劇中にも出てこないですし、ちょっとね、中途半端感がちょっとあるかなと思いましたんで、一応今回は組まないことにしております。はい、もしね、組みたい方がいらっしゃいましたら、ちょっとね、買ってやってみてください。私の方としてはね、ちょっとあまりイマイチ感が強かったんで、ちょっとね、今回は、省略というふうにさせていただきたいと思います。はい、ということで、一応今回ある意味ね、オプションセットという形で出ました、こちらの、セイントクロスマイス EX のブロークンサープリスパーツセットというやつですね。こちらの方を紹介していきました。はい、いかがだったですかね。やっぱりこの3人がこうやってやっと揃った、まあ、前々回の紹介からやってました、こちらのカビュー、これの登場によってやっと3人が揃って、劇中でも出たこのね、ブロークン状態を再現するこちらのパーツということで、やっとこの3人が揃ったという形でしょうかね。で、あと、まあ、前回前々回の時もちょっとね、ちらっと言いました、サープリス、あと残り1人なんですけどね、まあ実際は2人か、そのうちの1人、ピスケス・アフロディーテ、こちらの方も今のところアナウンスもないですし、もう一人のアリエス・シオンですね、こちらのサープリス、これも通常のゴールドは出たんですけど、なんでゴールドが出たのかなっていう感じがしますけどね、そちらの方も、サープリス出てませんので、残り2人、多分魂ウェブ商店で出ると思いますけどね、そちらの方もまた入手できたらまず紹介したいと思っております。はい、一応こんな感じで終了したいと思います。多分ね、まだまだあのセントクロスマイスシリーズ、まあ、セントクロスマイスもそうですし、 EX もそうだと思います。一応ゴッドクロスの方があともうちょいで揃うのと、あとはジェネラル編だね。
そちらの方、ジェネラル編というかポセイドン編だね、そちらの方が今のところまだ2人しか出てないので、まだまだ出てくれるかなっていうのと、ゴッドローブがあったりとか、あとあれだ、セイントクロスマイス EX の、グリフォン・ミノス、そちらの方が今のところ、魂ウェブ商店で予約中かな、動画見るタイミングによっては終わってると思いますけど、ね、一応気になった方はね、ちょっと調べて、まあ今のうちかなという感じですね。これも、いつもと同じくね、タイミングを逃してしまうとちょっと入手できなくなってしまうので、気になった方はね、ちょっと検索していただければと思います。はい、ということで次回はですね、ちょっと動画のコメント欄でね、とあるフィグマをちょっと紹介してくださいというふうにコメントありましたので、そいつをちょっとやりたいと思っております。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。